江戸時代、御家人というのは徳川家の家臣の中で旗本の下に位置する将軍へのお目見えも許されぬ身分であった。この松平残九郎、名門の家柄ではありながら無役の30俵3人扶持という御家人の禄としては最低の境遇である。したがって稼がねばならない。しかしその時代、武士の副業は禁止されていた。そのため残九郎は大っぴらにできない片手技と称する裏の家業を持っていたのである。おはようございます。稽古の邪魔をしてはとゆうべは生八幡のさじが取り物の風をしろってしつこい。誰からですか？大奥の一から。おお、一姉上とおめず。まさか近々お宿下がりがあるとか。お宿下がりにあたり親戚およびご近所様への土産の品々を恐れながらご配慮賜りたく。ご配慮できそう。お宿下がりのご配慮といえば少なくとも久米姉上の時は確か久米の時はビボルク。あった、ビボルク。これだ。久米お宿下がり。親戚並びに近隣の方々へ神田一越太鼓堂タバコ入れ11両閉めて願いましては37両なり。37両。一橋家ご主殿にお勤めの久米が37両なら大奥の一は50両。50両。どれをとっても思い出の品ばかり。しかしまあ50両ですからね。九郎、はい、どこぞに片手技はないのか。切ってほしい首の4つや5つ、6つか7つやつ。わかりましたよ。我が家では姉上にご配慮できる金はないとはっきり言いましょう。大体なんで我々が姉上のお宿下がりのためにこうやって駆けずり回らなきゃならないんですか。松平の恥だろうが姉上の恥だろうがそんなことは知ったことありませんよ。九郎、これじゃどうかしら。おお、鍋島ですな。肥前の大河内焼。三州屋さんが確か書が骨董を集めてらっしゃるのを思い出しまして。大河内焼というのは鍋島藩士のためだけの窯のものでしてね、こういうものが町中に出回ることはほとんどないんですよ。20両でいかがです？旦那では25両。形がない。旦那、私からも。松平と申されますと将軍家と何か。いや、元は神君家康公と祖先を同じようする荻生松平の一つではあるのだが、家柄とこれとはまた別物でね。実は大奥にお上がりのこちらの姉上様が近々お宿下がりで。ああ、実は私の娘も大奥に。去るお武家様のつてを頼って行儀見習いということでしてな。おお25両にしかなりませんでした。私も25両にしかなりませんでした。どうしたんですか、これ。どっから。助の知り合いの、その息子の知り合いのお店から。どうやって返すんですか。お見事。さすがだね。よしよっ、日本一。親父が留守にしてる間さ、店開けたら儲けはくれるって言うから。おい、飯まだかよ。ただいま、ただいま。え、ただいま、ただいま。なんですか。え、おい、サジ、これ持ってってくれ。柱ですか。ごめん。なんだよ。客になるんだったら踏んでくれよ。一度の母上、ご息災で何よりでした。そなたも九郎殿、久しいの。お帰りなさいませ、姉上。母上、折々のお届け物ありがたく頂戴いたしております。なんのなんの、こたびも何かとご面倒をおかけいたしまして。なんのなんの、こたびのお宿下がりは奥にてお教え願っております琴のお師匠様の49日の法要でございます。琴、私が勤めますお日の晩は大奥で遊芸の稽古ができるのでございます。では鼓の方も。鼓は幼い頃よりの母上の押し込みゆえ造作ない。今はもっぱら琴と舞を。何か。お市様はお宿下がりのご近所へのご挨拶、ただいま終わりました。ご苦労でした。はい、では私もそろそろ。何事じゃ。ちょっと外で。外にどのような用がおありか。いや、しかし。いまだに勤める口もないそなたに、外の用などあるはずないではないか。いや、ですから。我が松平家の跡継ぎならば、日々勉学に励み。いずれかの仕官へ備えることこそ寛容。道理じゃ。ねえ。おたき、はい。薪割りのお侍さんは。今日はまだ。およよ、いつものお侍さんは。ええ、今夜はまだです。母上。はい。お休み前にはくれぐれも火の用心を怠りなく。ご苦労様。こんな夜分にお菓子などいささかはしたないように存じます。苦労。はい。何か。書物を読んだりはしないのですか。今日はちょっと。何もしないのなら明かりは不要です。はい。お休み前にはくれぐれも火の用心を怠りなく。姉上、いかがですか、久々のお宿様には。西尾伝三郎の妻、るいと申します。苦労と幼なじみのあの。そうそう。あの伝三郎殿の。伝三郎は御用半端で、ご挨拶にも参られぬと申しまして、私が名代で。わざわざ恐れ入ります。伝三郎殿は、やはりお父上の後を。はい、北町奉行所与力で。あの伝三郎殿がよく我が家にも遊びに来ておられた。苦労と二人でいたずらを。伝三郎殿は掘り割りに落ちたこともありましたね。さようでございましたか。それを苦労が助け上げて。そうそうそんな伝三郎殿が与力というお役目をお務めになり、それに引き換え奥方様、何かお市様にお目通り願いたいと菱屋の旦那様が。あ、そうそう。お市殿、よろしいか。手前日本橋室町で両替を商いとしております菱屋仁左衛門と申します。この度は私のようなものに。しかし何でまた大店の旦那。ああああ、なんじゃ。25両だ。一に合わせるという約束で。どういうことですか。わけはよく知らんが、願いが叶えば借金は返さなくてもいいって。またおまけに礼金までつけるって。また本当菱屋さんは早々にお引き取り願いました。娘を大奥のどなたかの部屋子に推挙してほしいなどと。娘に行儀見習いをと口では申していたが、魂胆は見えておる。大奥へお仕えしたとなれば娘には箔がつく。それを見上げにより良い縁談をという腹なのです。でお断りを。母上も母上です。あのようなものの口車に乗せられて私と合わせるなどと。まあまあまあ、お二人ともどうですかね。久方ぶりのお宿下がりです。こううちに閉じこもってばかりでは浅草たりをプラプラと。私は物見湯さんに戻ったのではない。はい。大奥でお仕えするにあたり、私ども奥女中にも心得というものがある。一つ、奥方の儀御ことによらず戸ざまへ申すまじきこと一つ、公職がましき義は申すに及ばず、宿下がりの自分に物見ゆさんは参るまじきこと一つ。わかりました、わかりました、よくわかりました。では九郎殿、はい、明日の法事が済みましたら一度下々の幽玄に接してみたいと思います。というと、例えば踊りとか三味線などというものに。つてはあるのか。いや、それはもう姉上、なんとか頼む。あっ、はあ、風の噂や歌ってやつらや、流れのみこそ。気をつけなきゃ。怪我しなかったかい？先ほどは拙い芸をお目にかけまして。九郎は何としました？ああ、何でもその用事ができたと申されて。九郎とは馴染みのようですが、弟は日頃からこのようなところに通っているのでしょうか？はい、いえ、決してそういうことではなく、私と西尾伝三郎様が幼い頃からの知り合いでございまして、それで三九郎様とも。そうなんです。今日のことも蔦吉さんから頼まれて。そうですか。大奥っていうのは一体どういうところなんでしょうね。お嫁に行くことはできるんですか？お目見え以下の者にはそういうこともありますが、奥にいるとなかなか。私たちなんか街中にいても嫁の口はないんだよね。まあ、同じ独り身でもここはいい。いろいろな音がある。音？人の生きてる音が奥にいると、このような音は皆目。本日はこれまで。いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。こんにちは。あ、蔦吉姉さん。旦那さんは。一体何があったのだ。おしの。縫い針を一本なくしました。針？何を申すか。縫い針一本なくしたぐらいでお暇が下されるわけはない。他に何か重大な失態があったのではないのか。おしの思い当たりません。大栄。はい。この娘を養女として大奥へ上げた高家としてはこのままでは済まされんぞ。はい。養女の失態は高家の失態。事のいかんによっては手打ちということも。高家様、とにかく覚悟はしておくことだ。高木様、旦那、たまたま大番頭さんにお会いしたら娘さんが大ごとにあったと聞いて。心配してくれたのか。大奥になどやるんじゃなかった。ああ、こっちこっち。はい。すまねえな、火を落としまったんだ。なんだよ、蔦吉姉さんか。お前さんだったら一杯付き合ってやってもいいんだぜ。なんだ、どうした。口説きに来ました。あとは大平さんな、お前さんの方から。はい。本日お目通り願いましたのは、娘が先日奥向きで針を紛失するという不始末を犯し、大奥に上がる際娘を養女にしてくだされた高木様が、事の次第によっては娘を手打ちにいたすと。大奥ではそのような決まりがあるのでございましょうか。決まりはない。ただ親がお上への詫びと申して暇を下された娘を手打ちにしたという話は聞かぬではない。しかし実の親は。形だけはと申せ、武家の養女になったのであればその養女先の親が親です。お市様からお口添えいただければ高見様もお手打ちなどと何とぞお願い申し上げます。姉上、お引き受けいたしかねます。娘御の失態はお手打ちも致し方ないと存ずる。たかだか針一本のことじゃありませんか。大奥には上様がおなり遊ばします。亡くなったその針が上様を傷つけるやもしれぬ。また上様のお命を狙う不届き者がおらぬとも限らぬ。それゆえ奥向きではハサミ一丁針一本までその数が決められておる。針の先が折れてなくなっただけでも昼夜の別なく見つかるまで探さねばならぬ。針一本が上様のお命に関わるのです。娘御を大奥にあげるについてはそのぐらいの覚悟はできていたのではないのか。いかがいたした？冷てえよ。私は道理を申した。道理？針一本で手打ちにされる道理をですか？大奥は行儀見習いの場ではない。一体みんな大奥をなんと。大奥の講釈が結構ですよ。俺はね、姉上ならあんなくだらねえことで手打ちにしようって奴らを説得してくれると。お門違いじゃ。姉上は変わったよ。変わっちまったよ。それは仕方あるまい。大奥ってやつに縛られてさ、あそこの堅苦しい道理ってやつに縛られて、人の情けっていうか人の痛みっていうか、そういうものを忘れちまってるんだ。俺たちはね、何も清い水の中で生きてるわけじゃねえんだ。たまには濁った水だって飲まなきゃならねえ時だってあるんですよ。ひどい往診、お説ごもっともですよ。でもね、ああ何度も言われるとね、息が詰まるんだな。母親もさっきの親子にしたってそうですよ。もっと他に言いようはなかったんですか？あんな冷てえ言い方をあの姉上がするなんて。あのとは小さい頃一緒に遊んでくれた姉上がですよ。あのニコニコ笑ってた姉上がですよ。あの頃近所のやつら集めて魚取り取り刺して、や姉上が大将だった。アサリやシジミ取りだってみんな姉上が連れてったんだ。中に足の遅いのが一人いてさ、覚えてますか？高畑の新次郎だ。新次郎がいつも俺たちから遅れると、いつの間にか姉上があいつのそばへ行って寂しい思いをさせねえようにって、おてんばで男勝りの姉上でも、あの頃は弱い者への思いやりってもんがありました。さっきのような親子がいたら一緒に泣いて怒ってくれたはずなんだ。今の姉上は情ってもんのね、デク人形と一緒だ。苦労。昔の姉上はもっともっと。何か團九郎様はおりません。さようです。九郎に何か。はい。今日はちょっと東八のお手伝いはできないとお断りに。東八とは居酒屋でございます。いやだからといって残九郎様はお侍をお辞めになったわけじゃなく、普段からいろいろと稼ぐ算段をなさっていまして、けどご心配なく。残九郎様にはそのようなことはちっとも苦労じゃないんです。それじゃあっしはこれで。三州屋のおしのさん、いよいよお手打ちになるらしいですよ。高木様、お願いでございます。娘の命だけは。こうでもしなければ高井家の面目が立たんのだ。ご承でございます。何とぞ何とぞ。わしだとで何も好き好んで切りたいわけではない。俺が代わりに切ろう。何者だ。松平残九郎家政、大名家などの表沙汰にできぬ咎人の首をはねるお方でわざとしておる。拙者目力から手を下されば当家の面目が。お主、人の首をはねたことがあるか。ござらこの娘の首見事はねられるか。下がれ。残九郎様、やっておれ。おしの、息を吐け。目を閉じろ。神は女子の命と申す。したがっておしのは死んだ。しかしおしのは死んだ。もういいだろう。残九郎様に娘の命を助けていただき、いえ、殺していただいたんですが、命ながらえやはり助けていただきました。ともかくそのお礼にと。残九郎様にくれぐれもよろしく。購買主への土産を用意できなかった。帰ってからこれで販売してくだされ。気にすることはない。前々から用意してあったものゆえ。母上にはもう十分にご配慮をいただきました。これ以上は不要でございます。それでは大橋への面目が立つまい。見栄を張るのはもうやめます。しかし本当に半分だけでも。それでは先ほどのお味噌をいただければ。お屋敷には戻ってないそうですね。いいんですか、姉上様を放っておいて。やかましい。失礼します。蔦吉さんに会いたいって今。誰？三九郎様の姉様が。俺がいることは言ってません。私に何でしょう。蔦吉、私今日お城へ戻ります。先日の踊りのお礼にと。わざわざ恐れ入ります。で三九郎様はこのこと。いえ。よろしいんですか。九郎には私嫌われました。冷たいと言われました。そんな。情けを忘れたデク人形だと。どっちがデク人形だか。九郎が申したことももっともだと思いました。奥向きに努めていると我が身を律して過ごさなければなりませぬ。失態のないよう、人様に後ろ指の刺されぬようつつがなく、ただただつつがなく、そのような生き方が身につきすぎました。苦労に言われました。昔の私は笑って遊んでいたと。それでやっと気がついたんです。長いこと笑うことを忘れていたということに。蔦吉殿。はい。苦労をよしなに。本当にいいんですか？苦労。お待ちください。お待ちください。松平三九郎でござる。しばし。しばし。姉上。いろいろすまぬ。苦労。母上をよろしゅう。これからはたまには笑おうと思います。きれいな花を見たら笑って話しかけようと思います。美しい月を見たら笑って眺めようと思います。燃えてるぞ。あ火の用心、火の用心か。うまそうだよ。例の不始末の尻拭いまで人に任したんじゃ。それこそ奴は一生洗いもんだぜ。死んでも負け犬になりたくないんだよ。出てころ、男の中の男だよおめえは。次回御家人残苦労ご期待ください。